バルクラ脚本家、続編作るとしたら、海外勢ぶち切れ。もし、続編が作れるとしたらどういった話を盛り込みたいですか？先ほど、コメディ要素にも言及されましたが。一個考えてたのが、ニナが超イケメンボーカリストに口説かれて、ホイホイ家までついていっちゃう話です。で、結局襲われそうになるんだけど、巴投げでノックアウトして逃げ帰ってくるっていうね。こういうのは、アイドルものではできないネタなので、盛り込んでみても面白いなと、あとは日常のエピソードをもっとやりたいですね。でも、なんか、痛い目に遭いそうになって、最悪の事態はギリ回避ってのはありそうではある。海外勢切れまくってる。さ、これか、インタビュー受けたいったの。ついていく時点で演技中心でまうやん。やっぱり男より桃花さんだよなという流れで。なんかラブライブの作劇と同じことが起こってたことゲロリやがったなと思った。あれも9人全部入らずに2飛ばしになったメンバーいるし。10話は監督が直したシナリオでよかった。そうか、自分は花田路線の方が面白く見えちゃったわ。和解するにも早すぎた。一気完結ならこっち路線でやってたんだろうけど、続編とかやるんだったらここで田元を明かす、その後に認める的なのがあれば泣いちゃってたわ。これ俺はてっきり本質的には分かり合えないけど、旅立ちだけは見送ったって話だと思ってたんだよな。それが好きだったんだけど、12話で普通に実家に電話してることが判明して結構がっかりした。ちょっとずれてる父親とは何とも言えないままでいて欲しかったってのはある。13話勝ったらラブライブやんで笑った。ニナちゃんは半年以内に髪染めてピアス開けて3年後にはガバガバになってるという解釈が一致した。ニナ、嘘だよな。やっぱり一人に完全に任せちゃダメだなとか、尺は少し物足りないぐらいがちょうどいいんだなって感じるインタビューだった。ニナのんけだったんか、失望しました。スバルンのファンになります。作中でニナへの愛情が一番深いのは多分胸を、時点でお姉ちゃん。J リーグのイベントでトゲ出しちゃうニナ想像できて草生える。トゲ生やして反対するニナに対して、友が好きなチームの企画だからやりたいとか言い出したらどうなるんでしょうね。カープの始球式って言われて虹色の輝き。花田路線の方がロックだったなんて意外だな。お前ら絶賛のあれは世のお父さん目線に日和り上がって花だめと感じ、なんでこの肝心なところでブレるんだと自分的には最低最悪評価だったんだが、監督が日和って花田が日和らなかったが花田が折れたんだな。花田からこういうのが出てくるってことは、ニナモモは別に付き合ってるとか恋愛的な意味での好きってわけではなさそうだな。誰も男とは言ってないぞ。超イケメンボーカリスト女だろ。こっちの方がモモ感の笑顔ありそうだけど。ガルクラはアイドルものではできないネタができる。ニナモモガチ恋愛路線もありってこと。4話も7話も10話も花田の元脚本から軌道修正したんか。同性と異性と性学期間警戒心違うでしょうよ。2期やったらノンケ恋愛エピソードも入ってきそうだね。花田はそういうのやりたがってるみたいだし、恋愛経験ない描写見せてたし、やらないだろう。やられたら俺の脳が破壊される。イセリケなら柔道くらい余裕で習ってそうという説得力はある。いざとなったらルパが乗り込んで助けたらいいから、あるかないかならありそうなラインはやめろ。最後までやられちゃうなら問題だけど、逃げ出せるならやってもよかったと思うぜ。多分花田以外全員にそれボツでって言われたんだろうなって予想はつく。実際これやってたらちょっとは荒れてただろうか。確かに1話はニナが河原木桃花っていう超イケメンボーカリストに口説かれてホイホイ家までついていっちゃう話だが、先生は一線を越えなきゃセーフだと思っておられる？公式と二次創作を混同してるので、ニナイセリがのんけなことにショックを受けている。お持ち帰り未遂起きた後はスバルちゃんが常につくようになりそう。